なんかさ、あの、謝罪会見あるじゃんホテルとかが謝罪会見するじゃんあの中に何種類か俺あるなと思うのはえー、っと、まずは誤りブームにのっとって今のところ今謝っちゃおうぜみたいな今今、白状しとければいっぱいのうちの1つになるぐらいの感じで謝っていくものの中にまあ謝れば許される 俺の感覚でね、世間の感覚は知らないよ謝れば許されるっていう感覚のものとあれ、同じトーンで謝ってるけどそれはドンアウトだからねっていうそれをこの大きな出来事の中の1個で済まそうと思ってんじゃないぞっていうパターンともう1個、さっきの俺はそのバナ,バナメイ芝問題に関してはあの割と許すスタンスになったんですいろんなところであそんなに当たり前なんだってなってきたら。 まあそのこれを機にいろいろ考えることはあるだろうけどもやっちゃったことはそんなに責められないかななんて思ったりとかするんだけど謝り方は違うぜっていうのがちょっとあるんだよねだから変な話だけど特にデパートとかホテルとかをやってる時に。 そういうサービス業で、そういうサービスを信じていく側からしてみたら、そのトンチンカンの誤り方をしてるやつのサービスは受けらんねえなって思う。その、えっと、シバエビなの、のなんとかって言ってるのにもかかわらず、バナメイエビが入ってたこと自体は、いろいろ知識を得てみたら、許せることだけど、その誤り方のトンチンカンさ自体の方が、 信用できないな、お前ら治んねえなって思う謝り方っていくつかあると思うんだよね。なんかその、その感じになってくる、その変な感じをちゃんと言わないとみんなちゃんと謝んないだろうっていうグミんなすーいパターンじゃあれ、グミんなすーいパターンじゃあれ。 あれ超ムカつくじゃん。学校の先生とかに一応田中くんに謝ら、謝って終わりにしなさい。グミンなせいの感じの、あの、やつでしょ、実際は。なんかそれが、なんか見てて、変に腹が立つ、ね、しかもホテル行かねえのにって <laughs> ホテルで食事もしないくせに、なんだかなって言ったら、昔、これ今でも覚えてんだけど、回転寿司店に行って、 100円の寿司屋さんに行って回ってくるやつの中にカニ子だったかトビ子だか忘れちゃったけど、まあ、カ,ニカニの子供みたいなのことを言ってるのが回ってきて一緒に行った割と海育ちの落語家時代弟弟子がかなり酔っ払ってて。食って 100円の会社作って、これは本当のカニの子供じゃねえなこの野郎つって怒ったら、板前の方がまあんまりに酔っ払ってたんだよ。切り返して、100円でそんなもん出せねえだよ。出せるわけねえだろって言い返した時あって。<laughs> いや、確かにそうだなと思ったんだけど。まあ、その辺はね、まあ、そこの誤り方とかの、なんか、それはあるんだろうけど、あるだろうって思うんだよ、なんか。だけど、なあ。 わかんねえけど、じゃあさ、もうそのうまいのが三日ないんだけどさ、ああいうホテルとか行ってさ、ま、ま、なんか間違えたんだからしょうがねえみたいなことをあんまり言われるとさ、じゃあ子供料金とかで大柄な子供を止めても怒んじゃねえぞと思うんだよね。<laughs> こっち側からしてみたら。 ま、まあ、まあまあ、逆か。ち背の小さい大人だから、子供料金で子供だって言い張っちゃったところで、それはうっかり見せて許してくれんだろうな。あってねえか、惜しいか、これ。これなんか今自分の中でいけてるような、いけてないような、な、なんだけど。まあ、多分これいけてないなーうーんと、梅沢富美男女として。関係ねえな、おい。全然関係ねえな、これ。どんどん関係ねえこいっちゃったよ。さあ、ねーと。あと、あの、坂東英治さんが。 植毛の料金、毛した料金に関して、えー、とー、あのー、必要経費に認められると思いましたみたいな会見の中で、えっ、ー、と、ズラが衣装代に含まれるという話を聞いたことがあるんでってやってる会見のビデオを見た時の、小倉さんの顔ね。<laughs> <laughs> 正義感だろうね。正義感だろうね。あれ許せないと思っちゃったんだろうね。